こんにちは、小山ひな子なんですけれども、今日は小田急線の千歳船橋駅から小山ひな子さんすぐのところに、アンドロイドカラジャス配信中マイナス HTTP ゆる小山ひな子さん稲荷神社、アンドロイドカラジャス配信中マイナス HTTP ゆる、ちょっと皆さんにご案内したいと思います。この今の稲荷森神社のこの建物の裏、この神社の石碑の後ろに奉納せた昭和39年8月吉日、世田谷目黒農業協同組合横浜支部宮司小林良一というふうに書かれています。今のこの神社の前にあるこの石の案内板、案内は昭和39年に寄贈されたもののようです。じゃあちょっと中に入ってみたいと思います。境内の真ん中に御神木ですかね、とっても大きな木が立っていて、縄が結ばれています。でここで手を洗うのですね、手を洗って先進って心を洗うって書いてありますね、先進。でそれからこの赤い鳥居、大きな赤い鳥居をくぐって、ここはなんか輪くぐりになってますね、輪っかができてます。鳥居の下のところが全部なんか輪っかで囲まれていて、この輪っかをじゃくぐってみますね。さてと、あそこ、あちら側の御祭神ですね、稲荷神社って書いてあります。すごいですね、なんか木にはおみくじが結んであります。皆さんね、おみくじ結んで帰ったんですかね。それでここに姿勢なん約記念と書いてあって、なんとか心、ちょっと読めないんですけれども、なんとか心ってちょっとなんか石に彫ってあります。ちょっと裏の案内板も見てみたいと思います。見えますかね、奉納石川新平さんって書いてありますね。赤き心の集いして、森の知財を減らさず募金をなんて明治開化して100年の時、石勢固く宮桂太く立て、永きとの声高く、永との声高く古今あげて古闘技、まさゆきゆまさに貝の立て替え120年なり、で神により完成するのことまれのことなり、
方言石川新平